で次の日とその次の日に60粒70粒で、そんな食べたんだ。いっぱい食べたんですけど、でまた1日が少し食べた。でもそうですね。でまた食べようとしたけど食べられない。食べれなくな、今日も食べれなかった。でうんちは29までで出てない。これが微妙。で、あでこれ昨日やっとちょっと出て、今日も朝もちょっと出てたんですけど。でもこれここで食べたやつが来てたんだね。そうで、でももうちょっと出てもいいかなと思うんですけど、そこまで量が。それからさ、この間ってさ、流動食やったじゃないですか、はい、あれって吐き戻してない？あ、大丈夫でした。戻したんですか？大丈夫でした。で、ちょっと薬飲ますのちょっと上手になって、飲めます？半分ぐらいは入ってるんじゃないかなと思うんですけど。で、1日2回のと、あれね、1日2回のも大事だけどさ、1日1回のやつって、はい、で、こっちはとりあえずここまでは良かったけど、多分悪くなっちゃったんで、とりあえず毎日あ飲んでるね、はい、あげてます。了解です。で、あと、でも、でこの日に口を開けて、その注射器 で横でベロみたいなの見えたんですけど、うん、その時になんか赤っぽい、なんか線、赤黒い線みたいな、はいはい、もしかしたらこの前、あの口、ベロを怪我した、はい、ちょっとじゃないですか。その時のなんかがか、なんかそれかその毛が関係なくなんかちょっと悪くなったものがあるかなと、ね、右側に見えたんです。向かって右側に見えたんです。この子にとっては左側。そうですね。はい。そうですね。今は餌に見向きも今日はしなかったし。そう、こっち側に移すと顔をすごい気にする、吸ったりするのと、あと、はい、あと口をすごいパクパクさせてます、うん、パクパクしてます、はいはい、パクパクして呼吸をしてるとかね、それとも何だろう、呼吸ではなく、なんか気にし て, 気にしてとか、ね、パクパクしてる感じ、あの大きい方の水槽だとじっとしてるときはそんな感じではないんですけど、でご飯すごい食べた次の日は、あの陸場にもすごい上がって、はい、活発に動いてたんですけど、またその後あの陸場に行かなくなっちゃったんで、今あの頑張って日光浴時間あの本当に日光浴やってるんですか。一応その日が 何分ぐらいやってるんですか。30分とか持てば。あのですけど、でも天気が悪い時とか本当に当たらないんで、うん、うまく、まあでもね、曇っててもね、多少は出てるから、あ、ね、まあできる範囲で、まあ、そうしまして、まあ、だってお家ながらだと確か当たらないと思う。そう、当たらないので、でギリギリその一瞬ベランダに日向ができる時あるんで、うん、そのようにかかって言ってるんですけど、うん、はい、じゃあ今からちょっと治療しますね、はい、抗生照射持ってきて、そのままでいいや、100の10分全体に当てながら、はい、それでコントロールして、はい、お腹と口、うん、はい、でこちらの手に入れてみる、了解です。ちょっと点滴の量、この間12人したけど、はい、吸収はしてくれてるみたいだけど、実は1は安いって言われてね、14、この子だったら16まで行けるんですか。今日は14日です。それから流動食はこの間いくつになるんですか。1か。永田さん、流動食用意して 1.5 で、カニューレは長いやつね、うん、そうそう、お客さんを出すのは薬入ってないやつね。はい、薬入ってるのはこちらでやりますからね。この前あのステロイド系の注射を打ってもらったじゃないですか、はい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 、それで
またちょっと最初食欲出たんで、それが効いたのか、効いたか、効いた可能性はあり。だけどね、飲み薬もね、はい、あの B の薬はね、ステロイドに変えたんですよ。なんですよね、だから。だけど、難しいんだよね、飲むのが。まあ、多分うまく飲ませてないか、それか、まあ、やっぱ、そうなのね、それはね、確かにね、難しい。その効いたのか、それかその副作用で、うん、あの食欲は出ただけで、食欲でちょっと副作用落ち着いて、その注射の副作用落ち着いたから、もうやっぱり食べるの嫌になっちゃったみたいな。まあ確かに注射打っても効いてるのが24時間前後、はい、まあ長いと36時間ぐらい効いてる子もいるんだけど、まあ大体24時間ぐらい効いてる時間が。そう、今回あの残ってる薬持ってきてって言われたの持ってきたんですけど、どうすれば。あの最初に出したピリスは、ちょっとじゃあ見えます。ちょっと先に昨日の準備させてください。シリンジに入って、カニエルに入っていったらどうぞ。これ5本ガプリンピランが 0.1 で、準備ができるまで生産症、症者の方が起きますね。動きたいね。動きたいな。いえいえいえ、動きたいよね。じゃあね、長田さんちょっとだけ固定変わって注射するから。いいよ、それと止めといていいよ。はい、じゃあ。はい。あ、じゃあ。